すげえ緊張感だぜ。ソフィアにとっちゃ大事な場所らしいけどよ。あの白い服も特別な聖地を巡るときに着る法衣なんですよね。いつもと雰囲気が違います。ソフィアさんのお話では全員教の聖地になっているのは白雲戦争時代の戦場なんでしたよね。ソフィアさん、聖少獣の力の残滓から過去を見るって言ってましたけど、今はどんな光景を見てるんでしょう。ソフィアが魔法を解いたみたいだ。行ってみようぜ。おい、ソフィア、無事に終わったのか。皆さん、はい、見るものが多くて時間はかかりましたが、なんとか終わりました。あの、大丈夫ですか。顔色があまり良くないような。あ、すみません。そのちょっとだけ悲しい記憶を見てしまったので。過去をたどる長い旅をしてきた団長さんにはかないませんね。大丈夫です。私は修行を積んでいる身、これくらいのことではへこたれません。人の気配がすると思って来てみたら君たちだったのか。驚いたな。探しに行ってたんじゃなかったんですか。すまない、何も連絡していなくて。ジオとはもう会って話をしてきたんだ。ただその後なんとなくまっすぐ帰る気にならなくて寄り道していた。ジオさんとは何かあったんですか。もしかして喧嘩とか。いや、そんなことはない。ジオと話して寂しいってことがどんなものか知ったから。ジオの権限理由である聖少獣の嘆きというものに興味が湧いて、私なりに調べてみようと思ったんだ。それで改めてこの島に来たら何かつかめるんじゃないかと思ってな。そうだったんですね。
聖少獣の嘆きですか。そうだったんですね。朝廷の代行者が現れるほど嘆きの力が強かったなんて。ジオと正面からぶつかり合うまでは私も彼の行動理由があまり理解できていなかったんだけれど、今ならわかる。ジオにはジオなりの事情があって、決して譲れないものがあった。だからジオが聞いていた嘆きを知らなければと。ううん、知りたいと思った。これは調停者ではなくなったただの贈与としての願いなんだ。優しいんですね、贈与さんは。知ったところで何かできるわけではないんだろうが。いえ、そんなことはありません。ゼーンの競技にも理解の第一歩は知ろうとすることだとありますし、誰かに知りたいって思ってもらえただけでも心が軽くなる人はいると思います。そういうものだろうか。そういうものです、きっと。そうか、ありがとう。君の言葉で少し勇気が出たよ。いえいえ、悩める人を導くのも僧侶の務めですから。団長、私はもう少しこの辺りを散策していようと思う。いいだろうか。ああ、行ってくる。それじゃあ、また。から浮かない顔してるぜ。あ、いえ、ご心配をおかけしてすみません。ただ、とっさに言ってしまったこととはいえ、ゾーイさんに対して失礼だったかもと思って。失礼？何がだ？すみません、大事なお話をしてる時に。ずっと待っていてお腹が空きましたよね。そろそろ船に戻りましょうか。はい。実はこの後ある人と約束があるんですけど、ソフィアさんも一緒にどうですか？約束ですか？お邪魔でなければご一緒させていただきます。コーヒーの追加は構わないが、話したことのない団員だな。はじめまして、旅の僧侶のソフィアです。まさか約束していた人というのが聖少獣の方だったなんて、少しドキドキしてしまいます。そういえばソフィアさんは前から聖少獣とお話ししたいって言ってましたもんね。はい、ロゼッタさんなどこれまでも対話してくださった聖少獣の方はいたんですけど、先ほどのゾーイさんもそうですが、初対面の方だとまだ少し緊張します。サンダルフォンは聖少獣の中でも大昔に作られた天使なんだぜ。まあ、ひねダルフォンだったり、酔いダルフォンだったり、世話の焼けるやつだけどな。君だって B さんのくせに。アンダート、このサンダル、サンダル、サンダル。仲がいいんですね。親しみやすい方で安心しました。
そろそろお湯も沸いた頃だろう。俺はコーヒーの準備をしてくる。それでソフィアさん、悩みがあるんでしたよね。よかったら話してもらえませんか？そうでした。その悩みといっても単に私が未熟なだけなんですけど。私はこれまで全員教の僧侶として聖地を巡り、様々な聖少獣と星の民の過去を見てきました。過去から星の民の英知を読み解き、今に生かし星の民の加護を信じる者に祝福がもたらされると説くこと。その使命を胸に試練に挑んできました。巡礼をして得た学びもたくさんあるんです。ですが過去を見るたびに、疲れ果てて眠りについた聖少獣と会うたびに疑問が湧いてきてしまって。疑問ですか？過去を知ったところで悲しい過去に囚われたままの人たちを救えるのか自信が持てないんです。それなのにゾーイさんには過去を知ることに意味があるなんて言って無責任だったんじゃないかって。そうだったんですね。でもゾーイちゃん、ソフィアさんの言葉で勇気が出たって喜んでたじゃないですか。あれは競技にあった言葉をただそのままお伝えしただけです。ゼーンの教えをきちんと理解して星の民の加護を得るためには今のままではダメなんです。今の私では本当の意味で誰かを救うことなんてきっとできないでしょう。ソフィアさん、星の民の加護を得る。また不思議なことを考える空の民もいたものだな。いい匂い、ありがとうございます。でも不思議ってどうしてですか？星の民は高度な技術を持ったすごい人たちだと思いますけど。ルシファーやベルゼバブを見た後だとどうにもな。空を落とそうとした俺が言うのもなんだが、奴らはろくでもない思想の持ち主だった。え？ろくでもない？まあ星のためにもいろいろいるみたいだしな。オルキスの親父さんみたいに立派な人もいたらしいけど、ロキみたいなくせ者もいるぜ。ルシファーは世界の終焉を望み、ベルゼバブは世界の支配を望んだ。ミカエルたちの話によれば、奴らはかなりの異端者だったようだが、星の民を崇拝するのは奇妙に思えるな。そうですか。お二人とも、ソフィアさんはずっとゼーンの教えを広めるために修行も聖地巡礼も頑張ってきたんです。だから。そうだよな。すまねえ、星の民のことを悪く言っちまって。いえ、いいんです、気にしないでください。ミカ、コーヒーは初めてでしたか？お砂糖とミルクどうぞ。すみません、苦味が強いものは少し苦手で。
れてくださったのに。いや、苦味については先に伝えておくべきだった。それより俺も少々無神経だったようだ。申し訳ない。そんな、本当にいいんですって。貴重なお話が聞けてありがたかったですから。それに私も星の民を一方的に信じるのも違うのかなって思ったところはあって、私たちゼーンの信徒は星の民の英知で多くの人たちを救ってきました。その事実は揺るぎません。ですが、聖少獣を置き去りにしたり心に寄り添わなかったりっていう悲しい事実も知りました。私は考えないといけないんです。私に何ができるのか。過去を見て真実を知って、その上で悲しい過去にとらわれた人たちをどう救っていけばいいのかを。悲しい過去から救い出す、難しいことをしようとしているんだな。やっぱりそう思いますか？どんなに振り切ろうとあがいても、ふとした瞬間に後悔は訪れる。犯した過ちは消えはしない。過去を変えでもしなければ。過去を変えでもしなければ。ナンセンスな話だな。忘れてくれ。この島にも悲しい過去を経験して疲れ果てて眠りについた聖少獣がたくさんいる。過去を見る力を持つ私は過去に干渉できるわけじゃない。悲しい過去は悲しいまま。せめて対話してくれる人たちを過去から救いたいと思っても、その方法は分からずじまい。どんなに振り切ろうとあがいても、ふとした瞬間に後悔は訪れる。犯した過ちは消えはしない。過去を変えでもしなければ。過去を変える、それしか救いの道はないんでしょうか？その純白の方へは。失礼ですが、あなたはもしやソフィア様でいらっしゃいますか？え？はい。なぜ私の名を？当然存じておりますとも。ソフィア様は大僧侶ペテロ同士のお孫さんなのですから。祖父のことを知っている？お二人とも全員教の信徒なのですか？そうなのです。この島はゼーン教にとって大変重要な聖地の一つ。過酷な旅を続けてこられた僧侶をねぎらい、少しでも疲れを癒せるよう我々はお手伝いさせていただいているのです。まあそうなのですね。
お勤めご苦労様です。ありがとうございます。僭越ながらソフィア様のこともおもてなしさせていただきたく、よろしければこのまま我々の拠点にお越しいただけませんか。すぐ近くにございますので。ああ、嬉しいです。ぜひともお願いいたします。お人よしの噂は本当だったようだ。ここまでは計画通り。案外ちょろそうな女だな。本当にこんなにいただいていいんですか？ええ、ソフィア様に召し上がっていただくためにご用意したものですから。ソフィア様、こちらは島の湧き水で入れたお茶でございます。どうぞ。ありがとうございます。あら、このお茶なんだか変な匂いが。いかがなさいましたか？もしやお口に合わないものでしたでしょうか？いえ、いただきます。せっかく出していただいたものを断っては失礼だもの。聖地巡礼の旅はいかがでしたか？ソフィア様のことですから順調にこなされていると存じますが。いいえ、私なんてまだまだ未熟です。各地を巡って過去を見て多くの人と対話しましたが、最近は迷ってばかりいます。迷う？何に悩まれておいでなのですか？ようでございましたか。お優しいソフィア様らしいお悩みです。いえ、悩むのは誰にだってできます。心を痛めるだけではダメなんです。決して変えられない過去から、起きてしまった悲しい出来事から、どうしたら心を救えるのか、その答えを見つけられなければ聖地巡礼の旅の試練を乗り越えたとは言えないと思うんです。そうですね、確かに何か答えを得なければペテロ同士もソフィア様をお認めにはならないでしょう。ですがソフィア様のお悩みでしたら簡単に解決する方法がございますよ。本当ですか？ええ、ソフィア様も伝承に出てくる過去を変える遺産のことはご存知ですよね？はい、過去を変えてはいけないといういわば反面教師の逸話として語り継がれているものですよね。それが何か？ここまで説明されればもうお分かりでしょうに。その遺産を探し出し過去を変えてしまえばソフィア様のお悩みは解決します。ソフィア様に与えられた過去を見る力、それを使えば我々が探し求める遺産など簡単に見つけられることでしょう。我々が探し求める遺産？私たちはまさか馬兵派なんですか？ええ、ようこそソフィア様。我々はずっとあなたのご来訪をお待ちしておりました。ペテロ同士の血を引くあなたはとりわけ過去を見る力がお強い。
それを星の民の英知を覗き見るだけに使うなどあまりにもったいない。どうか遺産探索にもお使いください。嫌です。バッヘン派、あなたたちのことは祖父からよく聞いています。禁じられた過去を変える遺産を求め、遺産を手に入れるためなら手段を選ばない過激派。たとえ同じゼーンの教えに準ずるものでも、あなたたちだけには私が苦にすることはありません。なんと見事な気高く強く純潔、まさに大僧侶の跡継ぎとしてふさわしい。ですが、あなたはもうすぐ我々の思想を理解することになるのです。何を根拠にそのようなことを。やっと薬が効いたようですね。おい、さっさと洗脳の魔法をかけろ。はい。洗脳の魔法。真の救いは未来にあらず。真の救いは未来にあらず。過去を制し、業を注ぐことこそ我らの求める救い。過去を制し、業を注ぐことこそ我らの求める救い。ゼーンよ、偉大なる星の英知よ、どうか我らに祝福を。過去を変える力を与えたまえ。洗脳は成功か。あとはこのままバッヘン派の教えを丁寧に解いていけばいいだろう。俺はソフィア様にお渡しする経典や宝具を揃えてくる。この場はお前に任せるからな。手荒な真似をして失礼いたしました。ご気分はいかがですか？問題ありません。むしろ頭の中がすっきりしてとてもいい気分です。私は愚かでした。これほど簡単なことをどうして今まで理解できなかったのでしょうか。悲しい過去に囚われた人たちを救うには過去を変えるしかない。過去を変えることのみが救いなのです。その通り。さすがはソフィア様、理解されるのが早い。あなたも過去を変えるためにバッヘン派に入信されたんですか？ええ、そうなのです。私には妻と娘が二人いたのですが、ある日家が火事になり、三人とも亡くなってしまったのです。
まあお気の毒に。それで過去を変えて家族を取り戻したいのですね。そうなのです。変わり果てた家族を前にした時、私は激しく後悔しました。なぜ仕事を優先するばかりで家族との時間を大切にしなかったのか。あの日も家にいれば家族を救えたはず。私は愚かでした。間違っていました。ですから火事をなかったことにし、家族を取り戻したいのです。そして妻と娘たちに私の過ちを詫び、今度こそ家族4人で幸せな家庭を築こうと考えています。家族に謝りたい、今度こそ幸せな家庭を築いて。バッヘン派の教えは私にやり直しの機会を示してくれたのです。ですから私は。待ってください、それはおかしいです。何がおかしいのですか。あなたは家族を取り戻し、これまでないがしろにしてしまったことを謝りたいのでしたよね。ですがないがしろにしてしまっていたと気づくきっかけは火事で家族を亡くしたことでした。過去に干渉し火事をなかったことにしてしまえば、その気づきも得られなかったのではないでしょうか。過去を変えてしまったら、あなたは今も火事が起こる前のあなたのままだったのでは。どうした、何があった。ソフィア様の様子が急に、私の考えがおかしいと批判を。まさか洗脳が解けたのか。おい、かけ直せ。はい。妙な真似はしないでいただきましょう。我々とてあなたに怪我を負わせたくはありません。そんな、私バッヘン派の教義に背くことを言ってしまったでしょうか。でしたら申し訳ありません。罰をお与えになるのでしたらどうぞ何なりと受け入れましょう。どういうことだ、洗脳が解けたのではないのか。かけ直しました。ソフィア様、今のお考えをお聞かせいただけますか。悲しい過去は変えなければ、たとえどんな手段を講じることになったとしても。ええ、その通りです。過去を変えるためならば善縁は全てをお許しになります。ですから我々と共に過去を変える遺産を。いいえ、その方法ではダメなんです。辛い過去は必ず何かの教訓を私たちにもたらしてくれます。その教訓に従い己を改めなければ、真の救いも幸福も訪れません。しかし今過去は変えるべきだと。もちろん過去は変えるべきです。ですが遺産を使い過去そのものを変えるやり方ではダメなのです。悲しい過去を自制を促してくれた大切な教訓として受け止める。悲しい過去を悲しいままにせず、過去の持つ意味を変えることこそが真の救いとなり得るのです。これは
ソフィア様がもともと信仰なされていた全教の教えか。では私の家族は死んで当然だったと、蘇る必要はないとでも言うのか。それは、私が欲しいのは家族だ、幸福だ。教訓なんてものはどうだっていい。それを、過去の持つ意味を変える、そんな綺麗事で救いなんてあるものか。私は申し訳ありません。私の考えが辛くて痛いだけの綺麗事に聞こえてしまうのは、ひとえに私が未熟だからです。この思いを綺麗事ではなく真の救いにつなげることが私の使命、乗り越えるべき試練なのです。宣言を撤回します。修行を積み、ゼーンの教えを極めて、私はあなたのこともお救いします。言葉で、行動で、思想で、思いで、どんな手段を講じてでも、いつか必ずお救いします。その時まで、どうかもう少しだけお時間をくださいませんか。貴様、ソフィア様を返してはならん。ここは私と団長に任せて、君たちは先に外に出るんだ。わかりました、行きましょう。ソフィアさん、知られたら大貧縮を買ってしまいますね。しょうがねえだろ、元気出せって。すまない、君が彼らに連れられていくところは偶然見ていたんだが、危険な輩だとは思わなかったんだ。私がついて行っちゃったわけですから、団長さんとゾーイさんが気づいてくれて助かりました。和平派って言ったら、ダスチナさんのお父さんが入信してる危険な宗派ですもんね。なあ、父親が馬変派に入信したせいで、家族や友人、
大切なものをいろいろと失った。だから全員教は嫌いだってごつい槍の姉ちゃん言ってたもんな。姉ちゃん自身もバッヘン派のせいで危ない目に遭ってるし、ソフィアが無事で本当によかったぜ。はい、改めて助けていただいてありがとうございました。コーヒーが入った。ルリアと B はカフェオレだったな。わーい、ありがとうございます。それで君のはオーダー通りブラックで入れてきたが、本当に砂糖とミルクはいらないのか？はい、実は少し考えたことがありまして。ゼーンに仕えるものとして私は悲しい過去に囚われた人たちをどう救うべきなのか考えていました。辛い過去というのはあります。いっそなかったことにしてしまいたいと願ってしまうのも道理です。ですがやはり過去というのは大切な教訓をはらんでいるものだと私には思えるのです。身を裂くほどの痛みを伴うものかもしれませんが、きっと何かを気づかせてくれる。痛みを知り、寄り添い、気づきを探し、そっと導く。人であっても、青少女であっても、それが私のしたいことなんです。ゼーンの教えに準ずる者としての使命なんだと思います。なるほど。ま、言わんとしていることはわからないでもない。俺のせいで失ったものは大きかった。だが、失って得たものだってあったんだ。当然、俺が奪った者たちに対して自分を正当化するつもりはないが、悪いことばかりではないと思っている。人であっても、青少女であっても、か。君も青少女のことを救いたいと思ってくれているんだな。私のような若輩者がおこがましいとは思うんですが。いや、人の子の願いには力がある。私を権限させたように。私も古戦場の島を巡りながら自分に何ができるのか考えていたんだ。私の答えはまだ出ないけれど、君が一つの答えを見つけたのなら素直に応援したい。君の願いが叶うよう私も願っているよ。ありがとうございます。励みになります。過去は変えられると思うんです。過去の意味を変える形で。この苦いコーヒーだって味わい方を変えればきっと。苦っ。何をしている？もしかしてそれが過去の意味を変える練習なのか？はい、何事もまずは自分を変えるところから始めなければ。私には人生が変わってしまうほどの辛い過去がありません。だからせめてこの苦味を克服して。ハハハ。
どうしたんだよ、急に笑って。大したことではない。ただ、少し懐かしかったんだ。懐かしい？サンダルフォンさんも前はコーヒーが苦手だったんですか？大昔の話だ。ま、俺のことはともかく、コーヒーというのは本来そんな顔をしながら飲むものではない。豆の種類や焙煎の仕方、入れ方でもコーヒーの味は変わる。いろいろ試して、まずは好みの味を見つけてみたらどうだろうか。そのための協力はする。お、やけに協力的だな。苦味が苦手なものにもコーヒーの良さを理解してもらうというのも重要だろう。今まではミルクや砂糖を使っていたが、コーヒーそのもので克服を目指す機会は貴重だからな。そうですね。苦手な食べ物も料理の仕方を工夫すると食べられたりしますし、一度食べられたら前は苦手だった食べ方も平気になることだってありますから。あ、それは私も経験があります。そうですよね。ただ真正面から向き合ったって辛いばっかりですし、別のアプローチをしてそれからまた向き合うというのも大切なことだと思います。ではサンダルフォンさん、お願いしてもよろしいですか？ああ、早速何か手を考えてみる。少し待っていてくれ。それなら私もブラックで飲んでみたいです。私も興味が湧いた。いただいていいだろうか？構わないが、くれぐれも無理はするなよ。ソフィア様は取り逃がしてしまった。洗脳を受けても自分を貫くとは、さすがはペテロ同士の孫だ。これからどうされるんですか？無論別の手を使ってソフィア様を手に入れるまで。団長と言ったか。ソフィア様と行動を共にするあの気空団の面々にも監視が必要だな。